僕の友達の知り合いの人がね、うん、あの飛行機買ったとか言ってて、なん飛行機、うん、買ってて、マイジェットみたいなやつ、どういうことって聞いたら、うん、あの飛行機って、うん、ね、うん、航空会社が買ってないパターンがめっちゃ多いねんて、うん、だから一機例えばバー作って、うん、故障でもう全部使えませんってなったら、うん、負担でかすぎるから、はいはい、いろんな人に募んねんて、うんうんうん、ほんで出し合ってジャンボジェットを一機買うねんて、はいはいはい、でその運賃とかから何パーずつって言って配当してもらうらしいね。知らんかったよなこれ、その提供制度なんや。そう、じゃないとこもあるかもしれんと言ったから、全部が全部そうじゃないかもしれんだけど、その人はそういうのをやってんねんて。いや、その1台買ったというよりはいろんな人と協力してそれに出資したってこと。そう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 、で、なんかそのプライベートジェットみたいなの持ってるらしい、うんうんうん、ね、で、そのプライ…その人が、知り合いの人がね、で、そのプライベートジェットも、うん、3年に1回ぐらいしか乗らへんねんて。で、もったいないですか、そんなんって言ったら、いや、貸すから、もうほぼ元取ってんねんて、プラスなんねんて。貸すっていうのはその例えばあのプライベートジェットで行くとか、はいはいはい、往復するとか言うやんか、はいはいはい、自分の持ち機じゃない人がほとんどやねん。あー、なるほど。誰かのジェットを自分らで使うことをプライベートジェットで移動するっていうねんで、そうで、それをの度にこう言ったら入ってきてってなるから、言ったらプライベートジェット代はもうほぼもう元取ってる。不動産みたいなこと、不動産みたいなことやねんて。知らんかったやろこれ。いやー、買いたいわ飛行機。買いで、投資先としては。まあな、言ったらその投資はどれぐらいでいっからいける。いや、せげつないよ多分。もうすごい、夕方俺 の, あの持ってる金合わせてちょっとやらんとかいうレベルじゃん。あ、あの座席一席だけでいいんで。いや、無理無理です。それ乗った人 やめてください。怖いです。え、怖いです。誰ですか。やめてください。無理、うん、怖いんでって言われるから。そう、あの A の E だけ俺ら A の E だけ、そうそう、窓側だけすいませんって言って。すごい額よ。はぁ、そんなビジネスもあんねん。あんねんで、あれ怖いで。ほんま、すごいわ。